え、これは22日にね、うん、実際動画としても出ていくものの静止画でございますね。今日はね、まあ、まだ事前情報ということで、うん、誰だ、はい、名前とか 言ってく言ってくか、はい、サラちゃん、言っていいのいいのいいんじゃねえの、もうサラちゃん、はい、いやバーン、おお、え、かっこいい、え、なんかちょっと、さあ、サラはですね、うん、これはですね、さんの曲を聴きながら、はい、そして今日は藤坂の設定が公開、じゃじゃーん、あんまりちょっと 見づらいねこれね、これちょっとこれはです、ね、アップした、はい、その CG を作るときにその池田君っていうことを藤坂がやり取りしたファイルをちょっと引っ張ってきました、はい、僕なりにちょっと引っ張ってきましたね、うわ、まあ、藤坂 の指示が赤が入ってますね、赤を見れるってすごいいいですね、はい、こんなねこの動きよっていう、はい、こういう、こう指示、藤坂がどういう指示出しをしてるかこれで皆さんよくわかると思うんですね、うん、耳の位置をちょっと変えてねみたいなこと、うん、うん、そうなんですよね、うん、すごいな、これ何これ、あ、これも細かいよね、額のさ、マークがさ、あ、ちょっと違います、この十字じゃありませんよと、あるんだけど、わかりやすいよね、バツ、丸、わかりやすい、バツ、丸みたいなね、久しぶりに 3D 見させてもらった、そうですね、 3D でもめちゃくちゃ可愛いから口のラインに、バツ、丸、うん、ちょっとねやっぱ違うのね、ちょっとへの字感があるってこと、ちょっと入れると、うん、なんか そのニュアンスが入るか入らないかだけで全然違う、あえてまっすぐにしたいキャラじゃないかどうかとかも考えるんですけど、うん、なるほど、ちょっとのニュアンスがあると、あ、なんかイカは、イカはそこにいますね、イカは勉強になるからちゃんと見とけよ、メモしとけよみたいななるほど、まず 3D はにするときって髪の毛の流れが一番、うん、あ、これだ、髪の流れですよね、イラストってそんなに髪の毛の束とか書いてないじゃないですか、うんうんうん、そうですね、気にしない、だからその解釈がその人で変わっちゃうって、うんうん、割とこういう風な感じ、髪の毛の流れとかが一番こうリテイクっぽく、なるほどね、髪飾りもね、あ、なんですか、なんて書いて書いたんだろう、これ椿の花を参照してください、あ椿をイメージして、なるほど、彼もですもん、絵心あるよね、いや、すごいですよ、うん、忠実な感じが、池田君っていう子は本当一人で作った CG のトゥーンレンダリングの映像なんですけど、最初からすごい、最初からこれで来ちゃうもんね、すごいですね、ただもう、本当解釈の違いでズレがあるだけで、うんうん、まあ、ちょっと中で大丈夫、あ、それなりに悲しい顔とかだって、本当さ、怒ってる顔、悲しい顔、さっきのなんか微笑んでる顔といい、うん、ちょっと感動しますね、これ、そうなんですよ、このこういう、これでちょっと見てくださいっていう絵にもセンスがあるんですよ、うん、大体普通、まあ、なんか死んだ顔してる3面とか、死んだ顔してる言ったら普通、いや普通なんですよ、まあ、CG そうだよね、ノーマルな状態っていう、うんうん、CG で表情出すと難しいもんね、まあ、それを最初からいきなりこういう感じで、ちょっとこれどうですかっていうあたりに、うんうんうん、なんかこうセンスとか素晴らしいですとか、うん、いや、これ感動しますね、そして三つ子ちゃん、はい、じゃーん、え、おお、三つ子ちゃん可愛いんだよ、三つ子ちゃん、三つ子ちゃんじゃーん、え、泣いてる、三つ子ちゃんね、三つ子ちゃんね、よくみんなに見てほしいんですけどね、うん、ほらほら、一番上の子はね、1って書いてある、ほんとだ、カタカナで1って書いてある、これ好きなんだ、このほら2って書いてある、あ、ほんとだ、2、ってことは3、この子3だ、本当だ、いや、もうね、俺大好きで、この子たち、かわいい、ちゃんとしっかりしてる子、暴れん坊な子とか、そんな感じで分かれてるのかな、楽しみですね、かわいいっすね、え、これもまたじゃん、設定が、おお、これはやっぱ同じやり取りだよね、はい、モデルのチェックとか、はい、ああ、肌の色を変えてくれとか、うん、なんかハイライトとか、はい、頬、何ですかこれ、これも形状とテキスチャー、そうですね、まあ、なんかまあそういう指示出しがね、うん、あ、もう少し、ボリュームが欲しいと、うん、これ本当はこの下にもらったデータが入ってて、うん、これ僕がレタッチしたデータになってます、あ、重なってるわけね、でそのカバカバオンしてもらえば、うん、その辺変わってるところが分かるんで、なるほど、こういう風にちょっとレタッチしましたっていうのが入ってます、あ、ここもね、はい、こう折れ込んでるんじゃなくて、ここが切れてこう下に垂れ下がってるのが細かい、細かいですね、ここを折り込んでるだけなんです、あ、
入れてることがありました。取り込んでるだけなんですけど、こう上から巻き込んじゃって書いてピラピラしない、はい、なるほどね、うん、なるほど。そしてじゃん、これはまあ藤崎から初期に行った設定が逆に、そうですね、これはこれがまず彼が作り出す前に藤崎は結構こうやって、あのなんてフロントだけのイラストがあって、うん、でモデルちょっとお願いして、圧倒的にそうだ、後ろ側とか細かい詳細がなかったんで、うん、はい、細かいのを入れて、追加でじゃあちょっと、まあ、こういうやっぱカバンがどうなってるとか ね、このカバンもね、うん、あと靴の感じとかもありましたよね。そうですね、うわこういう細かい、また髪の流れがありますね。すごい、このカバンいいよね、うん、これ欲しい、うんうんうん、みつごちゃんかわいいな、うん、ですね。さあそして、うん、名前は言えないけど、名前は言えないけど怪獣、うん、怪獣あれ手前にのサラちゃんかな、怪獣ですね、うんうん、はい、これもあの、まあ、サラちゃん以外に誰がいるのかっていうのは全く言えない今日は言えないんですがまあ別に隠さなくてもいいんだけどね、まあ、一応怪獣すごいいかつい、ね、サラちゃんは怪獣ちゃん向かってる感じ、はい、怪獣ちゃんバーン、おお、いいんですか見せて。これも、え、名前とか出てねえだろ。大丈夫です、微妙に出てるかもしれないけどあ、これもそうですね、頭小さくとかボリューム形状みたいな、うん、これはもうあれですね、もうここのフォルムのお話ですか、うん、まだ本当初期の頃のああそうね、ラフのモデル作ったんだけど、ちょっと早めにチェックしてみませんか、うん、みたいな、もっと骨張ってってみたいな感じなんですかね。うん、そうですね。いやあ、ここって関節がちょっとギュッて、うんうんうん、ちょっとギュッてあの膨らんでると、うん、あのなんか元気出るんですよね。ここここってこと？下で言うと左の足見えてるじゃないですか。ここうん、これ？足あの指の方です。あ、指がこうまっすぐストンってなってる。あ、これ？そう。これをちょっとこう関節ちょっとこうってこと？エッジをこうこれ？こ親指のここみたいな感じです。あーこれね、これとかこれとか親指の付け根のところとかのここっていうのです、ちょっとこうしてくれるだけで、あ、ここがこうするだけで、そう、全然こう見た目が変わるんですね。 あとこれか、ここねごつくなるって感じですか、ね、なんかそのモデルって特に動かすから、うんうん、あんまりそんなに怒って変な形状入れちゃうと、うん、その曲げたりするときに、うん、あこれ結構扱いが難しくなるから、うんうん、こうぬるってなってる場合が多いんですよ。 あ、さらっとなってることが多いんだ。だからリアルなやつとかだと それであのこうなんですか、ウエイトっていうかその骨を動かす設定でそう出るようにするとかするんですけど、うん、あもうなんかちょっとアニメ風なんで、うんうんうん、元からちょっとデフォルメを入れちゃってくれた方がいいかなって。なるほど、それもう一枚ですね、これも、じゃん、お、あ、なんだこれは、あ、これやばいやばい、大丈夫、あ、大丈夫です、びっくりした、うん、びっくりした、これはこれもさらに初期の、あ、これもその途中のやり取りで、そう、あの後もと次の段階のやり取りで、はい、羽のイラストだけだと分かんないのを、詳細でくっつけていくすごい、こんな感じで、あ、これ、なんの、ね、×これじゃ丸みたいな厚みがこう、これもさっきのと一緒で、まっすぐなんとなく塗るっていくっていうのをギュンっていってた方がちょっとこう、なんすかね、いい感じになるんですよね。あ、これこの違いは結構でかいです。そのギュンってことね、これはでもこれ飛行機の羽とかもちょっとこういう感じ。ああ、確かに確かに、あ、だからよりなんていうの、現実味がそれによって感じられるのかな、リアリティがちょっと出るっていうか、そうそうでいいんですね、その流線形なのねみたいな、はいはい、なんかちょっと入るだけであの別に絵的にそんなに実は変わんないんですけど、うん、動かすとかちょっとこうあるといいんだよねっていう、角度によってぺったんこに見えるか、うん、ちょっと厚みが見えるかっていう、うん、その調子が出るっていうか、うん、なるほどね、すごい、あと尻尾のギザギザの感じとかも、はいはいはい、流れね、流れ、はい、なるほど、かっこいいっすね、はい、そうですね、そういうわけでもう最終的にこういうこうなると、まあ、これでも素晴らしくて、こういう形ですね、感想の方が、はい、これすごいですね、忠実に再現して、うん、これが動く、動きますね、動くものが一応22日公開公開